こんにちは、We Like Stones の古川です。今日はステンレスワイヤーを使った、シンプルな指輪を作りたいと思います。はい、でご用意していただくものは、リング棒ですね。でリング棒がおそらく持ってない方がいると思うので、その場合はマッキーの太いマッキーですねを代用していきます。今回はじゃあマッキーで作っていくので、リング棒下げちゃいますね。でニッパーと平やっとこうで、ワイヤーは、ステンレスワイヤースクエアの21番、 0.72 ですね。でハーフラウンド、こちらも21番のハーフラウンド 0.72 ですね。であと定規、であらかじめこれを作っておいてもらうといいかもしれないです。この号数を、センチメートルで表した台紙ですね。一応6、10、15だけ作ってあります。で完成品はこんな感じです。ほんとシンプルな感じですね。でフリーサイズです。今回このオパール使います。だいたい8mm×7mm ぐらいのカボションです。では早速作っていきたいと思います。まずリング棒代わりにマッキーを使うんですけど、指輪、お持ちの指輪、僕15号なんですけど、今回15号の指輪作ろうと思います。でマッキーに入れてあげて、で入れたところに、ボールペンでもいいんですけど消せるので、今回鉛筆使ってで印つけちゃいます。この位置が15号になるので、見えるかな、だいたい15号はこれで言うと 5.5 センチぐらいですかね。で15号を作るので、スクエアのワイヤーをちょっと多めに 1.5 倍からまあ2倍ぐらいの長さで2本切り出します。でハーフラウンドはだいたい定規使おうかな、3倍ぐらい念のため取っときましょうか。15センチを4本切り出します。そしたらいつものように、クロスで真っ直ぐに、スクエアだけでいいと思います。スクエアのだいたい中央からルース分横にずらした感じですね。から、ハーフラウンド2本いっぺんに巻いていくんですけれど、巻き始めをだいたい5センチ
残して中央からちょっと外側にルース分ぐらいですね、このルース分ずらしたところから巻き始め、外にこっちに向けて巻きつけてきます。2本同時にですね、ちょっとコツがいりますけど、ここは何度か練習していただいて慣れていただくしかないですね。よいしょ。あまり隙間が出ないようにぴっちり巻きつけると綺麗に仕上がるので、大体このぐらいですね。台紙でいうとこの感じぐらいまで1回巻きつけて、でちょっとねじれちゃったのでこの辺を修正してください。やっとこう2本あった方がいいかもしれないですね。ステンレス硬いので、よいしょ、このねじれを取りました、修正しました。たら中央側も整えます。こんな感じです。今ちょうどこの辺りを作っているところですね。なのでこのルースの下の土台となる部分を次は作っていきます。こっちの長い方、中心部の方をスクエアのワイヤーの方を開きます。この2本でこの下、ルースの下に当たる部分なので、こんな感じで土台を作っていきます。こう当てながら微調整して、作っていきます。意外と一発でいけちゃったかもしれない。感じですね。土台作りができたら、今度こっち側ですね。また5センチほど残して、
2本巻きつけていきます。ここで注意点は、最初巻きつけた方と同じ、巻きの方向ですね、巻いていきます。これ逆方、この巻きを逆にしちゃうと、この石を止めるときにぐちゃぐちゃになっちゃうので、必ず巻く方向は同じ方向で。で、中心部の方もルース止める側も少し整えて、少し始まりの巻きが甘かったので一周巻きつけちゃいます。この台紙に合わせて、ここに中心を、台紙の中央をマーキングしておいてあげると、この長さを測るとき便利ですね。両側のこっちはもうこの位置で OK です。こっちが足りないので、巻きがもう一周ちょっと巻きつけます。ですね。そしたら、ここから指輪の形を作っていきます。もしねじれてたら、ねじれを軽く修正してあげてください。よいしょ。さあ、ルースの下にくくる、くるこの巻いてない部分の根元から両側を、少し折り曲げます。こんな感じですね。で、リング棒代わりのマッキーに当てて、でワイヤーをこちらに沿って曲げていきます。でステンレスは跳ね返りが強いので、ちょっと浮いてきちゃうんですね。細い方にずらして形作っていくと、跳ね返りを利用して作りたい号数より少し細い方で形作っていくと、割と綺麗な形になりますね。でこの時、ここのルースの下に来る台となる部分がこの形に沿って曲がっちゃうと綺麗に石止めできないので、ここを曲げないように気をつけてください。
まだ若干巻きが足りないので、ここから両方ちょっと巻き足していきます。大丈夫そうですね。たら、リングの内側になるようにハーフランドの余った部分、余ったワイヤーを切ります。潰して、スクエアの方も大体5ミリほどですね。5ミリほど巻きのないところを5ミリほど残して切ります。そしたらこんな感じで残ったスクエアを折り込みます。内側ですね、リングの。このこっからはやっとこでちょっと形を整えた方がやりやすいと思います。さあ、ここから石止めに入ります。石を置いてでこのハーフラウンドをたすき掛けして石を止めます。で手順は石の外側に来る方のワイヤーから止めていきます。最初仮で起こしときます。
よいしょ。この方向ですね。こっち来たら下、リングフレームの下からこっちも外側のワイヤーから一番ここがコツを要するところですね。さあフレームに巻きつけるのですが、ちょっと左右を片方いっぺんにじゃなくて左右を徐々に手繰りながら徐々に留めていきます。外側はある程度石が動く状態で大丈夫です。この内側、残り2本の内側で石をしっかり固定していく感じですね。こんな感じですね。そしたらこの残ったハーフラウンドのワイヤーをある程度フレームに巻いて切ります。ほんと 1,2 ミリ余った状態で切って、で入念に潰します。引っかかんないか、ティッシュとかで試してもいいかもしれないですね。引っかかりはで、こっちも同様に周りをリングのフレームに巻いて切ります。こっちも入念に潰して、で完成ですね。でステンレスだと硬いのでここ開かないですよね。でステンレスならではの留め方だと思います。完成です。
今日は、ステンレスワイヤーの硬さを生かしたシンプルなデザインの指輪を作りました。ステンレスワイヤーは硬いので、作ってる最中、断面の方で怪我をしやすいのでそちらを気をつけて作ってください。先っちょにマスキングテープとか貼っとくと怪我の防止になりますのでそちらも合わせて試してみてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。YouTube のチャンネル登録、グッドボタンの方もよろしくお願いします。